本動画をご覧の皆さんお越しいただきありがとうございます小龍斎です本日はのんの日和ノンストップ第7話を称してリアクションを収録していきたいと思いますよろしくお願いしますでは行きます3 2 1 5なんだっていうねあの夏美が教室で一人絶対絶命万事休すかと思ってたら何だろうと思ったら授業参加だったのねサムネで分かりましたわはー まあとうとうあいつも年貢の納め時かと、これまでどんぐらい <laughs>。それは言わないんです。うん。ああ。ああああああ、そうね。だって、育ててくれた片親の一人ですもんね。うん。どうした夏み？授業参加だと何か困ることがあるのか授業参加なんて、必ず定期的にあるんだから。 来るの分かって,てましたよねまさかそれにその時になって困ることを日頃から行ってませんよね夏目さんっていうそういうことかななるほど夏休みの宿題全然書けなかったっすねあれをまずギリギリまでボーイコットするのしないので揉めてることによって結局無意味に時間を過ごしたためにギリギリになって。 いっぺんに書き上げることになったんでまあ、どっか間違えてるとか間違えてる以前の大失敗をしてるなんか見落としてるとかじゃなければ2人でやってたことがあだとなってなんかあんのかなと思ったら全然どれでもない授業参観じゃんいやだから思ったんすよ授業参観かなとは思わなかったですけどなんかそういう定期的にあるもんだったら 何を今になって、当日とか、それのお知らせの日になって、絶対絶命のなんだそれ。そんなわけないっすよね。何を万事ー,ースみたいな顔してたんだっていう話なんですよ。夏美さんよ。さあ、とうとう、おしらすの砂利握って、吠え皿書くときは来たか。貴様にも。これまでの <laughs>、別にね、まあ、方々にやってるから、逆にあれかもしれないですけど、誰か特定のとか、 なんかにあったわけじゃないんですけど、ただなんとなくね、とうとう年貢の納め時だぞという感じが半端じゃない。うん。そうなんですよ。なぜなんだうん。じゃあその低たらくを直せまず。そうじゃない低たらくになれ。うん。今からしなさいよ。少しでもしなさいよ。うん。そうっすよ。うん。 今じーっとこのくだりをご覧になってた蓮携さん何か考えられましたかねうん。うん。ふーん、そうなんだ。な、ゆきこさん。まだバカかバカ教師とバカ生徒か救いようがねえな。誰、<laughs> 誰も何もできないただねえ。 一連卓勝っていうのはちょっと夏美さん自分都合で言い過ぎじゃないですかいくらお母さんだあでもそっかカズネーなんてうわ最悪の凶暴動議だなこいつらね全員あきれ果ててますよねホタルンからレンゲさんまでまんべんなく綺麗に見下げ果てられましたよね終わったよあんたら終わったんだよもう何やったってダメだようん もうせえばか。ノリノリだったじゃねえかよ。完全に納得して、共同作戦開始だったじゃねえか。うん。誰も何にも言ってないのにね。空気だけで察するのは、うん。意味ねえよ。うちらここに立ってさ。なんという愚かで、どうしようもない連中なんだ。<laughs> あー、来てくれたんすね。よかった。駄菓子屋さん。 あん中で、連携さえなかったらもう、本当に、地獄の底まで真っ逆さますよね。うん。そういえばお、親御うん、そうね、親御さんの話、うん。あ、ユキコさんなんだ。何歳差ぐらいなんだろう。うん、うん。これ、カズネはどうすんですかそう、カズネはまだ全然若、わか、 そうなんだじゃあまあいいわうんボイコットとかねう,ーんうんうんいくつぐらい差なんだろうっていうのは気になってんすよねお母さんまあ中3のるさんのお母さんだからどんぐらいだろう40ぐらい そうすると、ズねたは確かに。まあ、そうなんですよね。勉強してないお前があるって言いながら、じゃあその勉強見てるの誰でしたっけっていう話ではあるんですよ。それはあるんですけど、ただ、夏海はね、その先生の目の届きようのないと、ほう<お>いや、大丈夫。その勉強してた思い出はいいんだわ。勉強した内容だ。勉強した内容だけ頭に入ってればいいんだ。多分、 コマちゃんさんって中 1? 今ので、拝見して、じゃあ姉ちゃんだけど、同じ年か、年後か。うん。新しい。うーん、完璧ですね、レゲさん。素晴らしいです。はい。ああ、へえ。<laughs> あれ、なんて書かれたる あれお母さんに対してあんな感じかタルンって、うん。はい。ってことは、うん。これか。すごいな、今回の夏美。この夏美の声は、割と貴重っすよね。聞けないことないけど、めったに聞けないな。あの、ココアさんがね、夏美みたいな声で喋るときに、夏美じゃねえかっていう反応あったんですけど、 その夏美がさらに夏美の向こう側の声を出されてる。うん。うんうんうん。別に、そうだし、絶対答えられる問題出せばいいんじゃん。はい。余裕っしょ。ちょっと八の段は行き過ぎたんじゃないかな。言えないわけないだろうっていう話になってしまうな。えハッサンさんは思い出せないですかハッサンさんの、 <laughs> レンゲさんに全部持っていかれてしまったうんそうなんですよレンゲさんにおいでいただいたらうんかわいそうですよ夏美さんがってさすがレンゲさんですね本当にうん、ん？それやったことあんのかお前や出たらできんのかそれうんうん この回は聞こえてんじゃないかな聞こえてないつもりな。おぉ音楽得意でしたっけまがたまにはそっくりだけどね。まがたまの字幕 <laughs>。フレ、フレミング。うわー、出た。ありましたね。オールマイティとかね。<laughs> いや、今のお前の気持ちを答えればいいんだよ。お、うん。わかりません。アイロンのうん。まあ、そうね。アイロンノーってね。ああ、まあでもそうね。 ちょっとわかんないですね。ぐらいが。あ、よかった。どう、お母さんど、どこを見てたどこを見て持ち直したんだなんか、復帰するチャンスあったっけ <laughs> 相変わらず目で死んでっけどね。はい。解釈。はい、わかりました。じゃあそうしましょう。ちょっと、あの、オケとね、さらしを持ってきていただい。はあ。 これって、自由自在ですかカズネの。うん。<laughs> ふーん。なんか特に別にでしたね。ただ、お母さんの反応ね、予測つかなくて、それは、うん、どう転んだら、お母さんがどう思われるのか、不確定要素ありましたね、っていうぐらいの。で、なんで、まあそうなんだけどさ、 夏みの親御さんだから、ゆきこさん。うん。一条さんは別に、まあ問題ないでしょうしね。ふ <laughs> ん。早いですね、かずネさん。諦めるのはね。<laughs> そうっすか、そんなにダメでしたか。もう、微笑む以外、何もできないぐらいダメでした。うわ、すっごいな、この。ね、そうなんですよ。すすき、すすきに、 後ろ側から光が当たってると、ああいう光が当たる,するんだけど、細かい、また観察眼がね、素晴らしいですね。まあ、この作品ではね、そういうところ随所に出てきますけど、いや、まあ、ダメでしたけど、あしおりさん、よかった、いらっしゃって。皆さん待たれてましたよ。お姉ちゃんと、レンゲお姉ちゃん、レンゲお姉ちゃん。ふん、かわいらしすぎんでしょ。<laughs> レンゲお姉ちゃんと、しおりさんの、そうなんですよ、お姉ちゃんなんですよ。 お姉ちゃんといえば、私レンゲでございまーす。はい。お姉ちゃんなら当然のことでございます。そら、もう <laughs>。はい。危ないのは危ないですからね。ただ、本当にね、しおりさんとレンゲお姉ちゃんさんの絡みは皆さんね、出てきてこないかなーっていうね、またね、ありましたけどね。うーん。<laughs> 散歩。 そうなんですか。その子散歩いるんすか。最近のサッカーボールは散歩必要か。うん、ぜひそうしましょう。ただね、うん。そうっすね。ちょっと、はい。意外でしたわ。急にボールが来たのでっていう感じでしたわ。うん、うんなるほど。あ、そうっすね。散歩は万物にまんべんなく必要だと。はい。 あ、そうなの意外っすね。えれんお姉ちゃんが名付けをやすかありがとうございます。はぁ。うん、ああ、意外と当てられなくもなさそうなお名前だったな。お団子蹴られちゃったよ。<laughs> ねえいや、ペットだけど、いろんなペッ、そうなんですよ。いろんなペットがいらっしゃるんですよ。蹴られんのが仕事の、 蹴られてこそ生き生きするペットもいらっしゃるんですよ。うん。<laughs> ボール投げ。ペット投げなんですけどね、これはね。この二人の間ではペット投げのはずなんだ。まあでもそうなんですよ。ボールだからね。ペットとはいえ。蹴ってなんぼっしょ。蹴って投げてなんぼどうしました急に痛そうに思えてきました。うん。うーん、これ、レンゲさん。ねえ。 まあ減衰していくからなんですよ。空気って、はい。まあ自立動力がないですからね、まず。うん。人間には自立動力があって勝手に動いちゃったりするんですけど、ボールにはまあ、中にメカが仕込んであれば。うん、します。こういうところからね。いや、こういうね、ところを投票ごし行くことで、 ああ、空気抵抗もありますし、重力と地面。え、もう完璧じゃん。うん。あとは、ま、単に低いところ、低地に重力によって縛り付けられるから。はい。ただ、空気抵抗と摩擦を、摩擦芋だ。摩擦芋ですね。やっぱりね。これ字幕困るな。ちなみにあの、合宿ね、合宿と宿題ね、あれは何もなかったっすね。字幕では。 もう秋なんだ。うん。さっきそんなでもなかったっすけどね。もう、あまあ、<laughs> いや、面白い、本当にやっぱり。うん。そうっすね、空気と。摩擦芋はね。なるほど。うん。まずこの摩擦芋の謎。<laughs> いやー、珍しい。見ないぞ、見ないぞ、めったに見ないぞ、こんなところ。レンゲさんのあの、重力のせい。 うん、見えない手があるとも言えるなうんどんな物体でも存在するだけで空間をゆがめ,めて科学の本とか読まれてんのがほんと蓮華さんだなうん見えない手で引っ張るんですよ物体とは存在してるだけでそれが質量の本質だったりするとかねまあその辺のことがね蓮華さんだったらスースーッと出会うために理解してうんそうっすね ただ地球もね、割とデコボコしてますからね。まあそれもリンゴで言ったら空気の層だけでもリンゴの皮ぐらい。うーん、そうなんですよ。そうなんですよ。あ、面白い今回、本当に。うん。つるんつるんではない。うーん、水玉とかかな。無重力空間の。うん。それは間違いないです。それもまた真理なし、真理なり。うん。 人類が見ることはないな。その数学的にまん丸ま神経というものはね、現実には存在しないですね。なぜなら全てのも,ものは量,量子でできてるから。数学上の概念です。これは本当に概念でしかないからな。現実に実在を求める方が無理な注文というものかもしれませんね。というね。いやー、いいな。本当に。セントールのね、最後の方のお話で、最終回じゃない ですよよねねありましたよ、ね、いいお話やっぱりねこういう子どもの頃にこういうことを探究心の芽生えっていうのがねまあそ,そういうものが芽生えない人もいるし芽生えたところで積んじゃう大人がいたりしてそんなもんくだらんとか答えられない自分の悔しさをごまかすために大人がねその疑問を否定したりすることがあって本当にあれは教育上良くないなと。 別に前半で授業参観があったからそんなこと思うわけじゃないですけど、子供のそういうところなんですよ。まず、あの、入り口に入るところから、いきなり、うん。まあそうだし、すごく根源的な話ですよね。私もこういうことを言って大人にうるさがられたらよくしてました。ただ、そういうところを見出して、ああ、 物知りだねとか、こういうものを読むといいよとか、こういうことが考えられるよねとか、言ってくれる先生も1割ぐらいいたんで、他の先生どうだったんだっていう話かもしれないですけど。小学生の頃、ほんとろくな先生いなかったなぁ。うん。<laughs> これも本当私の小さい頃、蚊に捕まえたり虫捕まえたり。そうっすね。あれか再会かうん。帰るというか、買う、買うため。はい。 なんだっけなぁ。あ、そう。<laughs> もうどうせこいつは思い出せないだろうと分かってたんですかね。全部お塩なんだ、カニは。うん。うん。まあ全部お塩なのかな。ありがとう。うん。ありがとう、ありがとう。ほんとありがとう。うん。すまんかったね、前半ではボロクソ言ってね。水槽がね、あのー、 意外とじゃあなんか水槽ないわっつってどうにかできないかなと思うとないんですよね水槽ってねうんガラスアクリルどのぐらいの圧変わったろ過器あれは空気を混ぜるためでもあるんですけどねなんか酸素送るらしい私詳しくないんでろ材だとお前なんか詳しいんかちょっと待って夏み 夏美さんよ貴様何かお前ただ者じゃないな素人じゃねえなあんた素人じゃないねだな私素人なんて素人じゃない人のちょっとしたところですけどちょっとなんかあいつ知ってるな腕に覚えあるなうんだからロザイってさ俺らのような素人はロザイって今初めてあそうだそんなお名前だったうん な、そうなんだでもこれいつだったかでだけどああいう名前ってずっとまあねその <laughs> しつこいですけどね同じ1年を何回も繰り返してる何で詳しいんだなつみねえなつみ先輩ちょっとありがとうございますお塩を見てすぐ水槽いるなこれっていう余ってたなーって思い出してくれてろ過器をはい はい。はい。はい。ありがとうございます。夏美先輩。はい。な、な、ななんだ。なんだ今回夏美先輩。前半では落とし、落としてはいないな。えな、夏美、夏美先生。 前半ではまあ、いつも通りのぐったぐたっぷりでしたけど、後輩になって急に頼もしい。ただのバカでもないし、いたずらでみんなを困らしてる悪ガキでもないんだと。うん、はい。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 だいぶ、まあ、もったい、え今のバラッと撒いたのが、 えはいねあれろかきなのうんえ私見たことないっすあー吸った水ろかしながら吸った水をははいはあえ何なにこれあの第一1よだい1はトマトを植えるときの あの、カズネーの詳しさも大概でしたけど、はい。えー、夏見先生ありがとうございます。ほんと助かったわ。ちょっと私今感動しております。感動しておりますし、いや、すまんかったな。お前何ならできんだよと。四方八方バカだらけかと、お前の頭の中は馬鹿しかいない。えー、うわ、細かい描写水滴の垂れる。うん。 ああ、それが変わったー。あ、これか、マーライオンでも、滝って言うとちょっとね、あのー、一気のね、小さい滝見に行くの、っていう。ね、これか、予告のやつ。いや、やってたかもしんないけどさー、そうっすね、入れまっしょう。うん。水ができてからっていう。先生、マジっすかはい。いやー、今回本当にね、先生、いや、 先生のことですから <laughs> あ、ああやって入れんだ。割とドボンだったな。いや、先生だったらいつかね、その、先生の、あれ見しちゃってくださいよ。っていうね、ところあるんだろうなと。目を輝かせているあのレンゲさんが、尊敬の目で見上げてらっしゃる。はい。夏美先生、夏美先生ありがとうございます。はい。勉強できない話は今いいじゃないですか。 その話はいいじゃないですか今はせっかく蓮華さんが夏美さんの夏美先生のことを尊敬の目で見てらっしゃったんですから今ぐらいいい格好させてあげてくださいようんいやいい話でしたね今回夏美さん面目役所でしたねうん素晴らしいですよあなたさすがですよいつかやってくれると思ってましたけどね信じてましたよ夏美さん ここまで〇〇6は散々文句ばっかり申し上げてましたけど <laughs>。ちょっとね。まあ、ただ、その、まあ、いくら、その別の品種だからさっ,って、あ、あれはハネタノンに合わせたのかなっていうね。まあ、最後にちょっと、その、気まずい落ちーつきましたけど、カニを、そ、 飼う育てるために今そのまあ頑張られたレンゲさんとなんて素晴らしい英知に見せたお方なんだろうかと夏美先生が。と思ってるところにカニクリームコロッケはちょっとねまあ間が悪かったですけどまあしゃーないですよね。なんですけどあーいやー。 これまで〇〇6話散々ボロッカスに申し上げてきて、本当に申し訳ございませんでした。夏美先生。おみそれしておりましたよ。いやー、私も、人を見るみ、人を見る目が曇っていたかな、というね。たった、たった半話で、1話もかかってない。一話の、1話の後半だけで、その下りだけで、夏美先生に対する評価が、180度、くらーひっくり返るっていうね。 本当に私も大概ですけど。まあでも本当良かったっすわ。あれがね、レンゲさん教わって無駄になるわけないんで。かん、お、また今度は赤ちゃんさんか。うん。あかね、赤ちゃんさんに何があるんだろうな。受験何の受験え嘘 好み先輩ってそんな先輩でしたっけ <laughs> ああ意外と先輩だったわ。大学受験ですかですよね。でもなんでそのまあそれはね誰が一番好み先輩の受験に対していろいろ思うところがあるというか好み先輩の受験というよりは受験に今から突入していく好み先輩に対して誰よりもかわかんないですけどまあとりあえず少なくとも 今までに存じ上げている方々の中では、誰よりもバンカー胸に迫るものがあるでしょうけど、なんだあの、お辞儀を深々として、受験頑張ってくださいっていうのは。何があるんですかね。まあ、進学したら離れ離れだから。で、初めてその、曜日を間違えてきたことすら告げられない、告げずにどうしようかしか考えられないぐらい人付き合いが、浅いというよりは、もしかして人付き合いというものをこれまで、 したことがなくて、このみ先輩が初めての相手なのかというぐらいの赤ちゃんさんなんで唯一のその初めての関係者であり先輩でありというこのみ先輩のいろんな状況とか頑張ることが普通の人だったらありえないぐらい一言じゃないのかなぁわかんないですけどね。うん。まあこれは次回マすとしていや今回ね、その前半の授業参観は そのサムネでもうね前回の予告見て謎に思っていたことが評価しましてなんだ授業参観かとそれであんな窮地に立ってんのか夏みはと思っててもう出落ちですよとサムネだけじゃなくてこの今回のね冒頭のもう教室の場面だったら黒板に授業参観とあるんでそういうことかと拍子抜けぐらいの感じだったんですけどカズネーまでそんなヤバがるとはね まあこれはね、夏見に対しては全員がご覧になった方。いや、だからお前普段からやっとけと、ちゃんと。と思われるでしょうけど、まあ確かにカズネもね、普段の授業っぷりじゃねえや。授業してないっぷり。授業してりゃまだね、その内容に関してあげつらいこともできますけど、まず授業してないこと多すぎるんだわっていうね。だからその職務放棄っぷりも確かに大概だったなと。で、それはこの旭ヶ丘だと別に普通なのか。先生がそんなんしてて、 で、テストだけやって、あとは生徒の実践に任せるとか、適当に都合の良いこと言って、いう感じの雰囲気なのかなと思ってたら、やばいんじゃんやっぱ。じゃあ何なんだよ、こいつら普段は。特にカズえね。夏美はね、その、普段やってないことのツケが回ってくる、目の前に突きつけられる瞬間まで何にも考えてないし、備えもできてないし、お前のその、普段の行動と、こういう時にやばいと思って、万事急須の、 心境に陥るということは、どう普段整合してんだっていうね、いうのはみんな思われるでしょうし、まあこれまでに数々見てきましたんで、今更かよっていう話なんですけど、カズネのあのね、浮かつだったな、カズネっていう。あらちょっとね、意外でしたけどね。まあそんな感じで、アホ二人が普段の付けを払うというね、年貢を収めて終わるんですけど、このね、しおりさんと、ここ今回私一番好きです。ああ、でも、うん、後半はね、その、 夏美先生のこと今まで数秒前までまたしてもボロッカスに申し上げてた言いにくさがあるんですけど後半もかなり良かったですねただやっぱりこのしおりさんとれんげさんの再会は再共演はすごく望む声が多かったのとでやっぱりめちゃめちゃ可愛らしかったのとあと残念ながらねれんげお姉ちゃんねうんもう一回欲しいなっていうね感じなんですけどまあでもとにかくずーっとめちゃめちゃ可愛らしいのと やっぱりこういう子供の時の疑問なんですよ。すごく単純なんだけど、これはこういうもんなんだっていう、慣れとか固定観念によって、いろんな物事とか概念が覆われていって、その本質に触れようと、その本質に近づこうとする、ゼロ距離まで無限に近づこうとする子供の時の好奇心ね。ああいうものが子供二人だと、本当に反響し合って、増幅し合うんだなっていうね、ありますけどね。 これ本当にそっくりなところがセントールでありまして、ああいうところでもね、うん。その深い話だし、こういうことを突き詰めていって今の科学って出来上がったんですけど、そうなんですよ。これはね、子供でも平等なスタートラインに立ってて、大人と同じぐらい深い話はできるんですよね。というのをね、なぜか大人になると嫌がる人がいたりして、子供がそういうことを考えたり、論じていたりするのを、なぜか嫌がる大人って一定数いますよね。 私なぜかね、小学校の先生がそういう人多くて、子供の好奇心とか、そういう根源的な、真羅万象の最も根源に対する、もしくは人間が思い浮かべる概念についての、本当に根っこの部分、そういう部分に対して、先生に聞いたりとか、あとはこうじゃないかなとか、自分で考えたことを述べると、なぜかね、嫌がる人、結構いましたね。 まあ、その中にね、少ないですけど、伸ばそうとする。<laughs> まあ、伸ばそうとするのが先生だったら当たり前な気がするんですけど、なぜかそれは当たり前じゃないというね、ことが多い。まあ、私の周りだけだったかもしれないですけど、まあ、伸ばそうとする人もいて、子供はそういう人に伸ばされていったり、そういう邪魔しようとする人を遠ざけてもらうことで、伸び伸びと自ら伸びていくというね、まあ、その方が,が芽生えて急成長していく。 特にこの二人だと。うん。すごく面白いし、これはディスカッションを拝見するのほんと楽しみですね、まあ。まさにこういうもんなんですよ。これが潰されずに大人になって、子供の時はね、やっぱりいろんな情報に文字とか、あと段階的に知っていかなきゃいけない手前の知識の欠陥に阻まれて、知りたいところまでたどり着けずに、で、そうやって足踏みしてる間に、いつしか疑問だったものがどっか行っちゃったりとか、薄れていったりとかしますんで、 そういうことがないうちに、大人になって、もしくは大人になるまで、そういう好奇心とか、知的興味を育んでおいて、大人になっていろんな情報に手が届きやすくなった時に、改めて謎が解けるっていうね、ことはありますんで、まあそんなことをね、思い出したりするので、大変懐かしいのと、どちらのおっしゃることも、自分の頭の中でどれだけ自問自答者かなっていうこと、ずっともう物心ついてから、 ああいうことを考えたり、答えを探したり、聞いたり、ああかなこうかなというばっかりの子供時代だったなっていうね。すごい二人のあの感じわかるっていうのと、共感があってね、そういう面でも、ただでさえまたおいでにならないかなと思ってたね。しおりさんとの再会というだけでも相当私にとっては、まああと相当たくさんの人たちの 喜びではあったんですけど、さらにその内容がね、哲学的な討論という内容になってたんで、まあさらに上乗せで、私にとっては最高に面白いね。これ意外とね、こういう話できる人っていないっすよね。まあ子供の頃に話してるのをなぜか嫌な顔で見てる大人がいるなっていうのは、やっぱり自分が大人になっても、こういう話を水を向けると嫌な顔する人いるなっていうね。 あやっぱ嫌な人っているんだなっていうこういう話が。あるはなんでなのかよくわかんないですよね。気になんないですかっていうね。まあなんないし、なんないとしてもなぜ嫌なんだろうっていうのはね、未だにわかんないですけど、まあわかんないままほっといてますけど、まあ嫌っていう感じでね。なんでそんな感じでいちいちいろいろ思い出したり共感すると。まあでもね、それ、そういう特別な理由がない後半の夏美先生の授業。 こちらも大変勉強になりました。私ねこれほんとねど素人なんですよ水生生物の飼育ほとんどやったことないんですけどその何回かやってみたいとは思ったことあるんですよでそのね水槽がどうするかっていう水槽ってそのバケツでよくないんですよねビニール袋でよくないんですよっていうね散々あったんですよ私あの透明なバケツはダメなんですよっていうね <laughs> 水槽は意外なぐらいね水槽じゃないとダメなんですよなんでね そっからいきなり、さすが夏み先生は、まず何から。うん。でね、ろ過剤とかね、私、そんなもん知ってたかなっていうね。ぶっつけ本番でとりあえず、水道水を一日置いて、塩素抜いて、カルキ抜きとか、知ってたかなっていうね、ぐらいですよ。ぶち込んだらなんとかなんでしょうみたいな。シーモンキーだ。うん、確か。あなんすよ。あれを手順通りに。飼育、どのぐらい育てられたか、もう覚えてないな。 なんですけど、ねうん、まあ本当にこれ良かった。あのね何が言ってレンゲさんが今後また次のお塩来年来年再来年も今年のお塩を捕まえて育てようとされる時に毎回失敗してどちらにもかわいそうなことになるということはねこれ以降ないでしょうからね最初にしっかり教えていただいてよかったわ夏美先生がいてくださってよかったそうそう同じ年をね繰り返してますからね。 っていうね、後半でしたか。いやー。ディスカッションは特にあのー、中盤ですね。が楽しみっすね。まあ、ウィーブの人たちってね、何かしらのオタクの方が多いんで、ああいう美に入り、際に渡った話好きな方いらっしゃるでしょうしね。やっぱ私と同じく大きい反応の人いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、リアクションとディスカッションですね、前回の。リアクションは相変わらず、ランダムランボープロダクションさん、ミルモンデンさん、オリバーさんと。で、ディスカッションですね。 快適なキャンプだね。まあね、前回はもうほぼ皆さん全員が同じことを頭に思い浮かべられてんだろうなって皆さん思い浮かべられながらご覧になってたでしょう。あの快適キャンプアニメのことが頭に浮かんできた。酔っ払いの数歩がすごく笑える。彼女を見ている間、笑いが止まらなかったよ。彼女が、はい、長い髪が顔にかぶさり、シロップを浴びた様子は本当にお化けのようだった。というね、早速。まあ、キャンプはね、触れてる人が多いと。 前半はのんのんオリとゆるキャンプの雰囲気。まさしく。まあこれは皆さんおっしゃってます。まあこれはね、言うまでもないでしょうっていうね。ぐらい皆さんね、おっしゃってましたね。ゆるキャンの追加エピソードなら文句はないね。ナレーターがいつものように彼の向上をやってくれると期待しかけたよ。あと、どちらの作品にもお酒好きの先生、顧問がいると思っていたらだが、それでもネーネーはまだ、ミスチャーグス。グビネーネ。ミスチャーグスのレボーには達していない。かに思えるがうーん。まあこれはね、そう。 あの、ゆるキャンの方では、もちろんですけど、別に、そうね、のんのんびよりにキャンプが出てきたら、皆さんゆるキャン思い出すでしょうけど、じゃあゆるキャンに何が出てきたら、みんなのんのんびより思い出すかって言ったら、うーん、これといってね、決め手になる概念とかね、思いつかないんで、まあそは逆はないでしょうけど、まあやっぱりね、その、ゆるキャンの鳥羽先生ご覧になって、カズネーを思い出してる方は、のんのんびよりものとも思い出してる人はいらっしゃいましたけど、 単体で思い出されてる方はいらっしゃったかなっていうぐらいですね。なんですけど、カズネーが酔っ払っていれば、皆さんほとんど鳥羽先生を思い出すと。あの続いての部分はとても共感できる。楽しみな何かがある時に宿題を終わらせようとする。日陰がボイコットを断ったのが、次の場面ではカードで遊んでいるだけになったのが最高。ブリリアント。えー、ノンノンゆるキャンプ。ね、多いですよね。兄さんは資格のないプレイステーション T シャツで決めているぜ。なるほどね。 あれなんだろうなっていうね、なんか意味あるのかなと一瞬考えたんですけど、まあ確かに人によっては、四角を抜いたプレイステーションか、酔っ払いの先生とで完成した。<laughs> これはね、面白かったっすね。夏なので、今日はセークレットブランケットソサイエティには入らないことにするよ。なるほど。季節は逆転して夏ですからね。普段だったらあやくしているセークレットソサイエティブランケットがこちらでは力を失うと、うん。 勢力を拡大しない。Secret Society Branket っていうね。うん。いつもだったらね、勢力を拡大するっていうね。決まり工場なんですけど、そっか。Secret Society Branket の弱点は夏だな。夏ではあいつらね、死を得たナめくじっすよ。それこそ。勢力を拡大しない。ですよ。うん。これは見つけたな。Secret Society Branket の世界侵略を食い止める方法。切り札は夏。太陽と北風みたいな <laughs> 話っすね。 なるほど、お兄さんはワイフのフィギュアばかりで文化の人なんだね。ああ、I see you are a man of culture as well。あのミーム長いっすよね、本当に。まあ、私も好きですけど、それは皆さん好きですよね。うん。ああいう、その、オタク度が深いということの言い換えに使えるいいミームが生まれましたよね。cultured っていうね、オタク臭いじゃなくて c u l t u r e だと呼べっていうね、いい言い方を思いつきやがって。 I see the brother is a man of culture with all the wife figures っていうね。Man of culture ネタがまた炸裂してましたと。私気づかなかったっすわ。あ、またギターやられてるぐらいで。あの棚とかね。で、あの猫系の女の子がお兄さん大好きで、大体が CAD Girls だという指摘がありましたけど、キャンプ中はカードゲームのためだけに姿を現していて、忽然と消える。その合間に兄の仕事をするべく。 あの箱何だったんですかね私未だに分かってないし、たまに思い出しては、あれは何だったんだってなるんですけど。ただ本当に、やるべきことだけやったらスッといなくなられるっていうね、お兄さん。兄ちゃんはとてつもない意志の強さを持っている。村で唯一の男子として。まあ、これは、その、あんだけ女の子ばっかりに囲まれてて、で、男はここに俺一人みたいな、だと、よほど強い意志がないと、保っていられないかなというね、ことを、 感心されてんのかなーっていう。彼は俺たちの仲間だ。ワンのバースね。これもよく見る表現ですね。あとこれもね、さらに、うん。細かいところよく気づかれましたね。彼がレイ、アスカ、ハルヒの猫フィギュア版を持っているところが面白いと思った。うん。なんだっていうね。拡大してみたら確かに。これ、これアスカかな足すっごい出てるけど、まあそうなんでしょう。私。まあでもね、この一場面でもすごいその猫耳、 の人たちの多さ。というかそれしかいないでもないわかんないけど。っていうぐらいね、猫耳の人が好きなんだなっていうね。あんまり見られることのないお兄さんのこういうところがわかりました。彼は引かねえみたいに、なんかお兄さんのね、元気多くて、ああ、愛されてんなっていうね。彼は引かねえみたいに東京の高校に行くことになるのは間違いなさそうだな。好みのように電車手数駅の近場の町のではなく、東京は文化に関するものがすべて見つかる場所だからね。うん。 実に文化の奥深いところにあるものまで何でも揃ってますからね。特に秋葉原とかね。中野ブロードウェイとかね。Very c u l t u r e d な街ですからね。東京はね。そういう深い文化。いろんな文化に対応しております。というね。キャットグールーズへの彼の愛には賞賛を捧げたよ。ね、統一されてるっていうね。一本芯が通っているわ。お兄さんは。このンんのん日和×ゆるキャンプのクロスオーバーに足りなかったのは 鍋しこ風鍋と松ぼっくりパイナコーン大虐殺だけだった。<laughs> うん。まあ、欠かせない要素になりましたか酔っ払いのカズ先生のお化けもも,もちろんいいおまけだった。わお。夏美の宿題をやる気にさせるために必要なものをやっと見つけた。レンチョンが引き起こす死ぬほど大量の罪悪感だ。さすがレンチョンっていうね。うん、そうなんすよ。これは私もねー、まあ、レンゲさんに関してはね、何回目かわかんないですけど、深い関心を申し上げました。黙って。 で率先推翻何をすべきか黙ってその見本をご自分の姿行動でお示しなされるというねよく見とけっていうねまあよく見といたら今回みたいなことにはならなかったんですけどねさすがレンチョンでパイヌコーン大虐殺に対して一言レンゲーっていうご返信は何でしょうね例のレンゲーベトコン機関兵設の支持者でその戦争のトラウマがレンゲの中に 蘇るということを危惧されてんのか。うん。わかんなかったですけど。なべしこ。君がここで何をしてたかわかったよ。ただこれはほとんどの人がそうなんじゃないノンノンビオリーご覧になってて、特に3期ご覧になってて、ゆるキャン2期ご覧になってない人いらっしゃらないっしょ。ほとんど。なんでね。まあ全員お仲間っすよ。で、レオンケブラさんね。まさか今週はゆるキャンプの追加エピソードがあるとは思わなかった。これ多かったっすね。このジョークはね。 あれ、ゆるキャンもう一話とか。あれ、間違ってゆるキャン見ちゃってるかな俺。みたいな。スっとボケ系のボケコメント結構ありましたね。その、やっぱり、そうだな。ンノンビ日和にキャンプが出てきたことと、クしくも同じシーズンに公開することになったゆるキャンをかけてなんかうまいこと言えないかなってみんな考えるんすねっていうね。<laughs> こともみんな考えるんでしょうねっていう。本当にここの人たちはね、その、皆さんのシンクロっぷりがすごいんですよね。暗黙の、 共通認識。追加エピソードがあるとは思わなかった。あのペグを見つめながら、レンゲの脳の歯車が回っているのがわかるのがすごくいい。そしてひたすらゆるキャンプ同様、なんと我々にも酔っ払いの先生ができた。カズネーがレンゲとナツミを探すために、這いずり始めた瞬間、何か怖がらせるいたずらが起こりそうだと思った。夜の森の中で、あんな人を見たら、私も絶対にビビる。ああ、そっか、あれは誰か他の人を驚かす可能性ありましたね。<laughs> よかった、誰にも。 ばったり遭遇しなくて。ひかねえのサマーバケーションの発音がたらたら笑えた。当然ひかねえと夏美はちゃんと宿題をするのに時間を使うのではなく、宿題をすることに文句を言うために時間を使うだろうね。二人はぜひ、ンゲを見習うべきだ。私はひかねえと夏美が宿題をボイコットして、それに罪悪感を覚えて、最終的にちゃんと本当に宿題をするまでのジェットコースターが大好き。私はこのバカ二人が本当に好きだよ。ンゲは本当に才能ある芸術家だね。 彼女が描いたひかねえと夏美の絵が最高と。うーん。私もね、あの二人を描くのに、あそこを選べるのはレンゲさんぐらいだと。9割9分、いがみ合いか、足の引っ張り合いか、失敗したことの責任のなすりつき合いぐらいしかしていないという、あの二人を描くときに、そこを見いだされるというね、レンゲさんの曇りなきまなこ。 で、その、レオン・ケブラさんの、ヒカネーのサマーバケーションの発音がただただ笑えたというところに、たった一言、イエスとだけ返信がありまして、まさにその部分の、サマーのバーケーションだよなっていう、ヒカネーの一瞬の1秒かそこらの動画が貼られてまして、ただね、それがね、あそこではわかんなかったけどっていうね、コメントがありまして、その時は聞き取れなかったけど、サマーのバーケーションって言ってるんだろうねっていうね、たったの。 人音説、スインゴスラボーなんですけど、それがね、後で聞き返して、あ、わかったっていうね、ちょっとした発見になってる人がいらっしゃって、なるほどね、細かいところなんですけど、なんであの、夏休みの、いや、あの、引かねえね、その音ないんすよっていう変な発音でしたけど、ただね、面白かったし、さらにいろんな興味深い会話が生まれる発端になってまして、いや、やっぱいっすわ、ひかねえわね、私はのんのん日オリはずっと大好きだったんだけど、先週の困りのぬいぐるみのエピソード以降、 今や一番好きなシリーズの一つになったようだというね。ずーっと好きだったけど、あれで跳ねたと。まああれはね、私はちょっと異常でしたけど、でもまあやっぱり爆笑の渦起こしてましたし、あれが最高っていうね、その次のエピソードでもまだその時の衝撃を引きずられてるという方がいらっしゃいました。レンゲを少々ということで、レンゲさんのアルバムを貼られてる方が、今回はキャンプは命がけの経験ではなかった。どういうことですか初めてですけど、キャンプっていうね。 なんですけど、まあこれはね、もう全員がゆるキャンをご覧になっていることを前提で話をいきなり始められてるっていう、見てない人もいるんじゃないかという可能性は全く考慮されていない。つまりあの、要はあの、投資仕掛けた大まま岬でのキャンプと違ってという文脈は、もう皆さん共通ですでに持たれてるんで、わざわざ言う必要はなかろうという、まあなかなかこれもクルーチャーな。 始め方ですけど、命がけの経験ではなかったね。何かしら虫は捕まったのかな。ただそれに一個だけ意義ありという方がいらっしゃって、今回はキャンプは命がけの経験ではなかったね。というのに困りは不賛成かもねっていうね。<laughs> 確かにそうなんですよね。一人だけあまりの怖さに気を失うというね、ね、かわいそうなね。一人だけ命の恐怖を覚えられたでしょう。で、またね、その、レイドバーク日和とか、ノンノンキャンプとかね、ありましたよ。 みんなはゆるキャンを見てキャンプに行くことにしたと私の脳内公式が言っている。このヘッドキャノンっていうのはよく使われる用語なんですけど、まあ頭の中の公式設定とか、そのキャノン、あ、キャノンでしたっけカノンでしたっけまあ確かヘッドキャノン。このキャノンっていうのが正史、正しい歴史と書いて正史。だからその正しい神話とか、正しい歴史書、歴史認識とか、 のことなんで、ヘッドキャノンっていうと、その人の頭の中では少なくとも公式だという、これまでの物語なり、設定なりというものですね。まあ訳すんなら、脳内公式とか、脳内公式設定は、かな。が、みんなゆるキャンを見てキャンプに行くことにしたと言ってるらしいですね。まあそういう人多いるんじゃないですか。あとこのコメントはね、ちょっとなぜ私はこれ引っかかったのかわかんないですけど、なぜかね、たまにありますけど、理由わかんないけど、なぜか引っかかった。 コメントです特別なイベントが迫ってる時に「明日は日曜日」「そして日曜日」という人にこんなにも共感したことはかつてあったろうかあのー、そうなんですよ明日日曜日なんで「そうですね日曜日ですね」っていうねレンゲさんだって日曜日だからなんだけどこれはどういう意味かご自身もみんなはちゃんと把握してる中一人だけ「明日なの日だ」って言われて「水曜日」って <laughs> いう同じような経験をお持ちなのか そうっすね水曜日っすねっていうそっちの共感なのかというのとあとは私だけか聞かねえはおかしな喋り方をしてた一瞬彼女が日本語を話しているようにすら聞こえなかったというねやっぱりねあの本当に短い下りなんですけどとにかくアニメで日本人が英語を喋る下りが大好きだったりとか日本人の声優さんがやる外国人が 喋る英語の場面の英語に対して聞き耳を立てるとか、まあとにかくその英語周りの言及があると結構ね、すごい食いつかれるんですよ、皆さん。まあ面白いですかね。まあこれは俺にもわかる話が出てきたみたいなのもあるでしょうけど、あとはご自身がその、最近はすごくね、増えましたけどね、日本語を勉強してて、まだ日本語上手って呼ばれるレベルなんだよって、 いうぐらいの人とかもっと上手になりたいとかいう人がまあ逆にね日本人だって英語全然じゃんみたいなことでおっしゃられること結構ありますし今度は逆に英語が全然ダメな日本人が英語を喋ったりとかするところとかねまあ面白いしついつい注目してしまうところかなっていうね感じですけどそんなコメントがありまして結構皆さんにあのひかねえのねサムランのバーケーションだよなっていう それは英語風なのか、常に e r の発音がまとわりついているだけのサマーバケーションなのか、わかんないですけど、まあ面白かったんで、結果的には予想外の皆さんからの注目を集めていたあのひかねえのたった一言でございましたが、そんな皆さんが今回はどんな反応されますかね。さっきだいぶね、振り返りましたけど、それ以外だと、授業参観って向こうにありますかっていういきなり面白いですね、これ。あとなんて言うんすかね。見学会はね、その、 社会科見学ってあるじゃないですか。あれはね、フィールドトリップって言われてましたね。なるほど。野外お出かけ。うん。あとは、その、私のおうち、マイアパートメントゥアーっていう紹介動画を作られてるんで、スクロールツアーかなありえますよね。私のイングリッシュのではあり得る字幕だな。まあ、それはね、楽しみですね。うん。 そんなことを楽しみにしてるやつお前だけだよっていう話かもしれませんけど、これはよく覚える感覚ですわ。でね、この授業参加をめぐって、二人の万事休すっぷりと、それをなんとか当日だけごまかすことによってやり過ごそうとしている、ダメ人間同士特有の共同暴議の始まりに対する、みんなの意外なぐらい、どんざめた、絶望した、見限り果てた反応ね、そこで全員の心が一致するという、 これちょっと意外でしたけど、めっちゃ面白かったです。だってこのコマちゃん先輩とホタルンとレンゲさんっすよ。三人とも相当ね、器も大きいですけど、三人ともバラバラのその、立派な人感。どういう人が立派かというね、像がぼんやりとでもあるでしょうけど、少なくとも。その三つのだいぶバラバラの方向を向いた別方向を向いているはずの、どの立派な人像に当てはめても、こいつらは望みなしだと。 いうね。三者ともが前回一致で、こいつらはダメ <laughs>。というね。あの、並んでる、終わってんな、こいつらっていう、目。全員が全く、バラバラの人間感を持ってるはずの、この三人が一致して、こいつらはどん底だ、というね。お兄さん、お兄さんの反応、私気づかなかっただっけ描かれてなかったですかね。もしかしてお兄さんだけは、何一つ、見下げ果てることもなく、見捨てることもなく、 実は何か、この二人にすらまだ何かしらの希望が残っていることを感じ取られていたのか、ただいらっしゃらなかっただけかわかりませんけど。で、お母さんなんだな。疑問は。へえ、意外だったわ。ね、本当に授業参観なんて、今回で言えば、夏美みたいな、ろくでなしの、普段ろくでもないことばっかやってる生徒にとってだけ、深刻な問題なんですけど、まあ確かにね、保護者から見たら、じゃあ、その先生は誰でしたっけっていうね。確かに。 なんで、授業参観は、まあ、そっかっていうね。これまで生徒の側でしか経験してこなかった人間なんで、あ、先生もそっかっていうね。ただ、だから、普通の先生は、その、親御さんとかに突き上げを食らうことだけはないように、まあ、大体の先生は、大半の先生は、そこだけは、なんとか対価なく過ごせるように、神経使ってますよ。他のところに使えたかもしれないような、神経まで動員してる人もいらっしゃったかもしれないですけどね。っていうね。 なんだなっていうね。先生にとっての伏兵が出てきた授業参観と。で、ダメでしたと。まあ、ダメですよね。何もうまくいってないですもんね。あれで大丈夫だったら、評価基準どうなってんだっていうね。で、いやー、待望のしおりさんですね。相変わらず、久野美咲さんもそうだし、まあ、発想もそうだし、その、ペットだけど、蹴ったり殴ったり、だってボールだもんっていうね。その、 ペットとしての存在とボールとしての存在の二重性に疑問を持たないばかりか、ありのままに万物のありのままの姿を受け入れるというね。まあでもこれがね、まずは科学の第一歩なんだな。事実は事実としてありのままに受け入れること。理論先行でこの理論に合ってないから現実の方が間違ってるんじゃないかとか始めたら終わりなんですよ。それも科学者じゃないんですよ。デマゴーグの類なんですよっていうね。 ことありましたけどその波と粒子の二重性じゃないですけどボールとペットの二重性それをありのままに受け入れた上でそれに対する自分からの働きかけをするとうん素晴らしいですねでこの場で追求されてるあらゆる論題が一度は通ったことある少なくとも私みたいにこういうことばっかり言ってよく言われてた <laughs> 変な子だねっていうね変な子呼ばわりされてた 人だったらよくあるんじゃないかなっていちいちあったあったある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 ,あるみたいな <laughs> どんだけ出てくるんだっていうねこのくだりはね一個ずつ面白いということありましたねあとはお塩かそうねこれもね同じ年を繰り返すことのできることの幅の広がりと気をつけなきゃいけないことの増加とこれはディレンマだなということありましたけどお塩かうんこの塩の連続性とか 矛盾がないいよううにされてるんでしょうねというねまああとはひたすらね夏美先生の水生生物飼育講座ですよ。あのシマリン様のキャンプ講座ならぬ。いやいい面白いな。まあこれが面白いからって私がその飼育に手を出すことはないでしょうけどやっぱり何回聞いてもそのカズネーの農業とか夏美先生の飼育とかその道に精通してる人の話って。 どの分野の自分が絶対生涯一歩たりとも足を踏み入れることがないだろうなという分野の話でもどんなに自分と遠い分野の話でも同じくめっちゃ面白いっていうねことありますんでいや面白いお話を聞かせていただいてありがとうございます本当にいい先生でしたよ教え方上手っすよねで別にその教えるからってなんか先生面するわけでもなく やり腐るわけでもなくただただひたすらこう,こうやんだよこうやんだよこうやるといいんだよみたいなこうやると面白いんだよみたいなただただ本当にだから自分のちゃんと詳しい分野に学術水準で精通できたらいい先生になれますよねいい教え方だわあれはそれこそ農学部の先生とかめっちゃいいんじゃないかなあとはね獣医さんとかね獣医学部かうんとかねで最後にねこれは多分だけど字幕でクラブクリーム コロッケがね、クロッケットになってる、大体。ただね、その、これはだいぶ前の記憶なんで定かじゃないですけど、確かに似てるの探せと言われたら、クロッケットなんですけど、これがね、あんまり通じてないですよね。なんでまあその辺はね、ちょっと一瞬悩みがあるかもしれないですけど、ただ、まあとにかくクラブイカしですよ。クラブイカしでカニが出てくると、晩ご飯に。 今育て始めたカニが晩ごはんに出てくるっていうところのオチがね最後決まるような字幕になってたりとかするんじゃないかなっていうね感じですねですね。 そういうところが多分皆さんの反応が大きかったりとか、まあ、あとは翻訳字幕どうなってるか面白そうだなというところですね。なんでまた次回までの間にその辺のところを拝見してもらって、面白いことがありましたらお話ししようかなと思っているところでございます。というところですかね、今回は。そんな感じで、のんのんびよりノンストップ第7話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。